はい、どうも、こんにちは。フカキョンがね、適応障害で休業発表だそうです。女優の深田恭子が適応障害と診断され、休業することを26日に発表した。所属事務所の発表によると、深田は昨年春頃から体調崩しがちとなり、今月に入って医師から適応障害と診断された。7月から始まるフジテレビ系連続ドラマ主演予定だったが降板すると。深田はこの発表の2日前に都内で、開催されたイベントにノースリーブの真っ赤なドレスを着て登壇した。いつもと変わらない笑顔を見せていったが、時折疲れを感じさせる表情もネットでは深田はちょっと痩せすぎのような、無理してないかな、声がかすれてしんどそうに感じました。ちょっと働きすぎではなどの心配コメントが多く寄せられたと。適応障害ってのは、社会生活をする上で身の回りのストレスの原因に適応できず、社会生活に支障をきたす精神疾患と。この症状で会社を休業したり、学校に通えなくなった人は決して珍しくない。確かね、雅子様も適応障害ですよね。あの方もね。それでしばらく公務が休まれてましたもんね。結構苦しんでたんじゃないですか。SNS ではね、SNS ネット上では、適応障害を発症した人たちから深田への温かいコメントメッセージ、温かいメッセージが見入れられる。ずっと頑張ってきたならもう少し休んでもいいよ。一生懸命笑って努力していることは画面の向こうからでも十分分かったから、私も適応障害と言われた。今は少し落ち着いてるけど、来るときは一気にガクッとくるし、一週間で12キロ痩せたこともある。とにかく休まないと。心と体の両方を休ませることが一歩。未だに急に不安定というか苦しくなったり、いろいろなことがあるけど、2年半経ってようやく少し楽になった。とにかく今休んでください。頑張ったよ、十分だよ、もういいよ、ちょっと休もう。本人として病名がついてほっとしてると思う。僕もそうだった。心の病はなかなか分かってもらえず、自分が認めたくない部分もあるので、真面目な人ほど心折れるまで戦ってしまう。今はそういう時代ではなく、理解してくれる人も増えてきたので、堂々と病気などで休みますとでいいんじゃないだろうか。そういう社会であってほしいと願いを込めて、ゆっくり養生してくださいと言ってあげたい、などのコメントが。深田は心身のストレスから解放し、穏やかな生活を送ってほしい、ファンの総意だろうってことですけど、そうですね。やっぱりね、繊細そうな感じはね、ありますよね、ああいう人ってね。ちょっとね、見てみたんですよね。深キョンのね、ちょっと占いを、ちょっと、時期的なものなんか見てみたんですけど、もともとね、深キョンの持ってる星を見たんですが、まあ、いや、めちゃくちゃ繊細ですよ、この人は。本当に、アーティストというか。理論的なことよりは、もう本当に感性で今まで来てる人なので、感覚的な本当に人ですよ。だから本当に感受性豊かですね。三浦春馬くんと星は一緒なので、まあ心配っちゃ心配ですよね。こういうコロナでガクッと来たりとか、そういう環境の変化なんかで、かなり来やすい感じの方ではありますね。去年ぐらいから良くないって言ってたじゃないですか。去年の春ぐらいからって言ってましたよね。コロナと共にだと思うんですけど、本当にね、この星ね、深キョンの星も三浦春馬の星も一緒なんですけど、本当2020年がね、ものすごくどん底に悪いです。案件札がついてるので、とても悪いんですよね。で、特にこの持ってる繊細な感じの星なので、それをもろに被りやすいなぁなんていうところがあるので、去年が悪い。で、今も2021年でしょ？良くなってきてるんですよ。ただまだ上がってる途中なので、来年はかなり良くなるんで、頑張らないで時期を待つ。良くなる時期を待つってことなので、まあ来年ぐらいまでゆっくりした方が絶対いいと思います。ただね、今年、今時期はまあいい方だと思います。かなり5月、6月は、とても運気としてはこう上がってる時期なので、このタイミングで休みを発表したっていうのはすごく良いことですよね。3月ぐらい。2月から3月にかけては結構きつかったと思います、深キョンは。で、まあ、それで耐えられなくなって、ここで、少し休みたいっていう話をしたんでしょうけど、休むタイミングとしてはベストです。ここで休みを決めてよかったですね。あとはね、もう本当にひたすら休むことですよ。
あとはもう割と平穏な時期が続くので、時が解決してくれるんじゃないかなと思ったりしております。去年、今年はきつかったんじゃないですかね。来年は本当に良くなる。来年以降は良くなるようになりますので、ね、世の中もね、変わると思いますよ。ワクチンが普及して。だから、フカキョンがね、いろいろメンタルが来るような、この社会情勢も少しずつ和らいでくるので、それまで本当ね、フカキョンはね、綺麗でね、可愛らしくて、僕も大好きな女優さんなので、頑張りすぎず、休んで、また天使のようなね、素晴らしい、美しい、笑顔で見れたらな、なんて思ったりしております。な感じです。ではでは。